ワッチャラスクチュームは、ジェニー・パナンという名前で知られる、タイの俳優、司会。1986年10月30日に、タイのソンクラー県にて、警察官のサッチャと妻のマンチュスクとの間に、長男として生まれる。1歳差の妹と、6歳差の弟がいる。1996年のタイの映画、ジェニーより、愛称のジェニーと呼ばれるようになった。パナンの愛称は、 チャンネル V タイランドに勤務していた時からで、南部の女性らしさを表現するために考案された。セントンウィッタやコウにて、初等教育を受け、ハートやウィタやライソムブーンクンカンイヤーコを卒業、シラパコーン大学考古学部でフランス語の学士号を取得した。バンコクを拠点とするトラッシャーバンコクの制作したパロディ映像に参加したことで、芸能界入りした。そのうちの一つが、 ケイティ・ペリーのミュージックビデオ、ザワン・ザット・ガット・アウェイのパロディで、ペリー本人からの反応もあり大きな注目を集めた。これをきっかけに、チャンネル V ・タイランドのアシスタントプロデューサーを務めた、あと、GMM ・グラミーの番チャンネルでも活動する機会を得た。2016年には、GMMTV の遠い中、タイザルートや、レッツプレイチャレンジにてメイン司会者の一人として参加した。 2017年からは、チームガールや、ロングセイドゥでも司会を務めている。ありがとうございます。